はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の木村氏ね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんでしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もね、血液疾患のねお話をしていきますけどもね、世界的にね今広がっているこの血液疾患がですね、世界中の人々を恐怖に陥れております。まあ、それは血栓なんですけどもね、まあ、これまではその血栓というのはね、コレステロールや中性脂肪がね関係していたりとか、糖尿病が原因だろうとされていますけどもね、少しのコレステロールや中性脂肪が高いだけでも、そしてね、その糖尿病予備軍までいかない候補のレベルの状態でもですね、今話題のその救世主的なね、その新型ワクチンをこう接種するとですね、血栓ができてしまうというね、怖い話があります。そしてそれはね、そのコレステロールや中性脂肪やね、糖尿病ではない、その健康体的な人でもですね、ワクチンを接種すると血栓ができていたというね、報告もあります。そんなね、血液疾患である血栓がですね、原因でイギリスのね、某大手製薬会社のワクチンをね巡る問題がね、途切れることなくね報道されていますけどもね、ドイツの保健省はですね、そのワクチンの接種を一時停止すると、ね、発表するほどになっております。でこれはね、ロイター通信などのね、海外のメディアがね報道した情報でですね、でこのワクチン接種後にですね、血栓症などのね副作用の事例が報告されているとしてですね、ドイツ、イタリア、フランスがね一時停止を決定しました。で他にもね、 EU が欧州連合のね主要国がですね、ワクチン接種をね中断して、EU のね薬品規制当局がですね、新たな指針をね発表するまではワクチン接種を見合わせるというふうにとしています。でワクチン接種後にですね、血栓の報告があった人数はね30人を超えてますけどもね、しかしね、 WHO はね、ワクチンとのその血栓とのね因果関係は不明とするね声明をね発表していまして、この医療機関やねその専門家の間でもですね、ワクチンの副作用なのかどうかっていうのをねこう巡ってね、見解がね割れているのがね実情なんです。他にもね、欧州医療品庁EMA っていうところがあるんですよね。そこはですね、このワクチンへのね指示をねこう繰り返していますけどもね、接種後に深刻な血栓がね生じる事例がね複数報告されているのを受けて、EU 各国政府がね配布を停止したということがあります。そしてね、怖いことにですね、このような副反応、副作用っていうのはね、このワクチンだけではなくてですね、もう一つのね某製薬会社のワクチンでもですね、アナフィラキシーが出てしまったという報告もあります。2021年2月17日よりね、この日本でもね新型ウイルスワクチンのね接種が始まりましたけどもね、その際に使われたのはアメリカとドイツのね某製薬会社がねこう共同開発したワクチンなんですけどね、それはですね、メッセンジャー RNA ワクチンと呼ばれるね新しいタイプのワクチンです。でこのワクチンっていうのはですね、新型ウイルス感染症のね予防効果がね 95% と報告されていてですね、有効率にすごい優れたワクチンとね言われております。しかしこのワクチン接種の後にですね、アナフィラキシー反応が出たという報道もあったですね。その副反応にですね不安を覚える方もね少なくないように思います。そんな中ね、その新型ウイルスワクチンによるねアナフィラキシー反応のね頻度をね解析した論文がですね、 CDC っていうねアメリカのね疾病対策センターがあるんですけどね、そこが発行しているね疫学手法っていうね素足があって、日本にねその新型ワクチン接種が、ね、始まる前の2021年1月15日付で掲載されていました。この論文ではですね、2020年の12月23日までにね報告されたアメリカとドイツのね某製薬会社が共同開発した新型ウイルスワクチンのね、1893,360回分の接種データがね解析されております。そこに副反応はですね4,392件でね、まあ 0.2% くらいなんですけども、そういう方にね報告されておりましてですね、このうちアナフィラキシーを含む重度のアレルギー反応が疑われる症例175件についてね精査されていました。でその結果、アナフィラキシー反応のね基準を満たした症例はね21件でですね、発生頻度はワクチンのね接種100万回あたり 11.1 件です。でさらにワクチンの接種からねアナフィラキシー反応がね発現するまでのね時間というのはね7割のね症例ね
15分以内 でこの反応による、ね、死亡は、ね、まだ報告されていません。アナフィラキシー反応を、ね、過去に経験した人がある人ではですね、注意が必要かもしれませんけどもね、新型ウイルスワクチンの安全性はね、総じて高いと考えられます。鎮痛薬によるね、アナフィラキシー反応がね、まあ、1万人あたりに約13件であることとね、比較すればですね、その頻度と低さはね、よくわかると思います。イギリスのね、某製薬会社のワクチンもですね、アメリカとドイツの某製薬会社が共同開発した新型ワクチンもね、この両方ともですね、このような副反応、副作用が出てますけども、これは海外のデータであって、日本のデータはまた別なんです。医療従事者へのね、先行接種が始まった日本ではですね、接種した約18万人か、のうち36例、ね、これは3月11日までのね、報告ですけどね、その中でアナフィラキシーが36件ね、報告されていました。そのうちね、男性が1人で、3人が女性でね、まあ、このうちに、まあ、1人は、まあ、取り消されてるんですけども、まあ、年代は主に20代から50代で、このような段階でですね、100万人あたりで206人と、ね、なる計算でね、まあ、これはそのアメリカとは比べてね、約ね、40倍なんですよ。ちなみにね、韓国では3月16日までのね、60万2150人がですね、1回目の接種を完了しましたけどもね、アナフィラキシーと見られる事例がね、75例もね、報告されていまして、100万人あたり124人で、日本と同様にですね、アメリカとかヨーロッパと比べてはね、多いんです。しかしね、まあ、こんなような、ね、違いがあるといえでもですね、ワクチンというのはね、人種とかね、体格の差などでね、この人体に影響を及ぼすものではありませんし、投与する量はね、ほんま変わらないんですよ。まあ、国やね、地域によってね、このような違いが出るというところを考えてみるとですね、日本ではね、お医者さんが診断基準っていうのをね、こう広く取っているのではないでしょうかという声もあったりですね、ワクチン接種当初っていうのはですね、ちょっとした異変でもね、届け出をするというね、まあ、報告数が増えるというね、ウェーバー効果が起こりやすいんだよというね、意見もあって様々なんです。まあ、ウェーバー効果というのはですね、新薬導入の際にですね、観察される現象で、新しい、ね、薬剤が導入されてね、最初のまあ2年ぐらいはですね、副作用の報告数が多いということを指すんですけども、それはね、まあ人々がまだまだ知られていない悪影響がね、あるかもしれないということにこう身構えてね、積極的にそういうことを報告するためであって、まあ他のね、世界の国々ではね、常識となっているこの現象をですね、日本政府がね、まあ早々には取り入れることなくね、新しい薬の使用を停止しています。まあ現にね、3月12日のね、厚生労働省の発表ではですね、36症例のうちにですね、3月9日の報告分までのね、17例をね、国際的なね、指標、ブラインド分類っていうのがあるんですけどね、それに当てはめてね、精査したところですね、アナフィラキシー疑いとされるのはですね、7例でした、7例ね。まあ、日本という国はですね、安全性に非常に敏感でね、もう診断を見逃してしまうとね、そのお医者さん自体がね、猛烈にね、うわーってこう、非難されるんですよ。アメリカとかね、ヨーロッパではね、多少の副反応はね、もう当たり前だよーというふうになってるんですけどもね、有効性の高さを求める傾向があるのとはね、また対照的なんです。そんなね、副作用、副反応というのはですね、ワクチンの種類によってね、違いはあるのかというところなんですけどもね、2月26日以降にね、イギリスの某ワクチンの副反応がね、多数報告されています。イギリスではね、約500万人の接種者のうちにですね、アナフィラキシーが41例あったということでね、3月15日の時点でね、ドイツ、フランスなどがね、15カ国以上がね、イギリスの某ワクチンの接種をね、一時中断している中、こう日本ではね、先行してアメリカの某ワクチンのみが接種されていますけどもね、5月以降にもね、もう一つのね、アメリカの某ワクチンとね、イギリスの某ワクチンもね、接種がね、始まる予定なんですよ。アメリカのね、両方のワクチンはですね、RNA というね、遺伝子物質を使うね、mRNA ワクチンですけどもね、イギリス製のワクチンはね、弱毒化したチンパンジーの風邪ウイルスに新型ウイルスの遺伝子情報を組み込んで作る方法なので、副反応についてのね、影響はね、まだわからないようです。接種人数がですね、1000万人以上でね、症例が約30例の程度であればですね、リスクのない人がですね、血栓症を発症する確率がね、まあ、10万人で、まあ、1人から5人とされていますからね、まあ、自然にね、血栓症を起こしてしまう頻度よりはね、少ないと言える推測ですので、血栓に関しては恐れることはないと思われていますけども、まあ、今現時点でね、血栓がある人がね、たとえそれがどんなに小さくてもですね、それが悪化してしまうかもしれませんので、まあ、ワクチンも大事なんですけども、ワクチンを打つ前の状態をね、健康に保っておくことが大切です。まあ日本ではですね、どんな注射を打つ場合でもですね、まあ、世界でもそうなんだと思うんですけども、必ず問診がありますし、場合によってはね、視診もあれば、まあ触診がありますので、まあ今の体の状態が良くなければ、打ちたいももう打ってもらえません。必ずね、先生が診断してくれますので、
まず体の状態を新型ウイルス以外のことからも守っていきましょう。まあ、ちょっとね今日はね、製薬会社の名前をね濁したりとか数字ばっかり出てきたら難しかったと思うんですけどもね、皆さんがね今せっかく手洗いうがいね消毒を頑張ってくれているからね、今インフルエンザってすごい少ないじゃないですか。だからねまあそのような感じに、ね、続けていってもらえばらねいいと思いますんでね、ぜひね体を守っていきましょう。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。